行動レース行動コースは陸上競技、自転車競技及びモータースポーツで一般行動をレース開催期間中限定的に規制いし閉鎖し設定される競争路のこと。特にモータースポーツにおけるものは市街地コース、市街地サーキットとも呼ばれる。またスキークロスカントリーでも天然または人口で積雪した行動を 発設,設整備して競争路とする例がわずかながら存在する。本記事では、行動コースの中でも特に定期的に同一のコースで競争が開催されるものについてのみ、具体的なコース名称を記載している。行動で行われるマラソン陸上競技の中でも、マラソン、駅伝や競歩などは、その走行距離が非常に長い距離となることから、 他の陸上競技が専用の陸上競技場で争われるのに対し、基本的に行動上で争われる。競技時はコース全体もしくは一部を競技専用路として行われ、競技中は規定コース部分が立ち入り禁止となり、競技中は概ね警察の白バイが戦闘選手を誘導する形式で行われる。行動部分において監修はコース脇の歩道や遠石の部分に立った状態で、 行動上の選手を直に応援する。その際、特にマラソンや駅伝においては、監修が小旗を振りながら応援するスタイルが日本ではよく見られる。監修はコース脇で声援を送ることはできるが、行動に侵入し選手に触れる行為などはご法度となっており、一般人がコースに侵入して競技者を妨害した場合は、威力業務妨害となる。他方、 選手が妨害された場合は、仮に、それによって選手が甚大な迷惑をこむったとしても、救済措置がルールに規定されていない限り不可抗力として扱われてしまう。アテネオリンピックにおけるバンデル・レイ・デリマが典型的な例で、デリマは競技中にニール・ホランの妨害を受け金メダルを逃してしまい、五輪市場における負の歴史の一つとなっている。 競技に最し専用競技場を使用しない関係から、コースにより条件が異なるなどの問題が存在したことから、かつては行動レースにおける競技記録が国際陸上競技連盟によって公認されず、あくまで最高記録としての扱いに止まっていた。現在はコース整備や測量技術等の進歩に伴い、他の陸上競技同様に記録が公認されるようになっている。 主なコースについては、カテゴリー、マラソン大会、カテゴリー、駅伝などを参照。自転車のロードレース自転車のロードレースは、陸上競技のマラソンなどと同様に、長距離を走行するという関係から、やはり行動コースを使用する場合が多い。レースとしての距離は、ステージレースで初日に行われるプロログと呼ばれる。 個人もしくはチームによるタイムトライアルでの数キロメートル程度から最高峰カテゴリーレースの UCI プロツアーの一つミラノサンデモでのおよそ300キロメートルまでと非常に多岐にわたっている。レースの速度が速く先頭を走ると空気抵抗が大きくなる自転車競技の特性上平坦なコースでは選手間で差がつきにくい。逆に上り坂では速度が落ち、 空気抵抗が少なくなるため実力差がはっきりと出る。このため陸上競技と比べて厳しい勾配の上り坂をコースに設定することが多い。ワンデーレースでは基本的に毎年ほぼ同じコースを用いて争われるのが一般的となっている。ただし様々な事情により細かいコース変更が行われることはあり得る。一方でツールドフランスに代表される。 いわゆるグランツールの場合は、毎年レースに使用するルートを変更するのがツールとなっているが、一部の山岳コースやゴール地点については、恒例のコースとして使われるものがある。比較的小さいステージレースの場合、毎年ほぼ同じコースであることも多い。2007年のツールドフランスでのシャンゼリゼ通り、周回コース、ワンデーレースについては、カテゴリー、自転車競技大会を参照。 長距離でのレースのため、踏切を通るコースが設定され、さらに鉄道が通常通り運行されている場合もあり得る。踏切で止められると、当然レースに重大な影響を与えるが、状況によって様々な規定が存在する。選手集団が複数存在し、30秒以上先行する集団が踏切で止まり、その時間のうちに後方にいた集団の選手が、 追いついてしまった場合、通行可能になった後も、後方集団の選手は、先行集団の選手が止まったのと同じ時間分、止められる。しかし、集団間のタイム差が30秒以上離れていない場合、先頭集団が踏切で止められている。時間内に、後方集団が追いつかなかった場合、先行集団が踏切で止められることなく、後方集団のみが止まってしまった場合は、 それぞれ単なる事故としてそのままレースは進行される。周回コースで行われるレースのうちで周回距離が短いコースの場合を特にクリテリウムと呼ぶ。一般的に街中の道路を封鎖して行われることが多い。このためコースはほぼ平坦ではあるが直角コーナーが多くなるという特徴になる。また、この特徴により ゴールシーンは多人数による集団ゴールスプリントとなりやすい。日本自転車競技連盟公式サイト内 UCI 競技規則行動レースモータースポーツにおいてはサーキットを使用したレースが主であるがコースに行動を使う場合もある。この場合コースの周囲に広いスペースや安全フェンスやタイヤバリアを設けたり緊急時の救助などのためコースサイドに監視員や 救護員を上駐したりする。またコースの要所には走行不能になったマシーンを速やかに場外に退避させるためのクレーンを設ける場合もある。また園石はレース時のみ専用のものがコース内に設置されたり、園石特有の赤白模様を路面に直接ペイントしたりすることで対処する。モータースポーツの行動レースはモナコグランプリなど主要なレースは外して周回路で行われる。 またレース時にはコース脇に仮設スタンドなどが作られ、監修は主にスタンドなどコースからやや隔絶された箇所で観戦し、マラソンのようにコース脇の至近距離で直に観戦することは安全上の理由でまず行われない。なお、行動を使ったレースでは世界ラリー選手権やダカールラリーに代表されるラリーレードも使用するが、 開催年度によって走行するルートを変更するのが一般的である。特に閉鎖をせず、一般車両として通行しながら競技を行う。ただし、スペシャルステージと呼ばれる特別な区間は、行動コースとして閉鎖され競技が行われる。F1 では1980年代までは主にアメリカが市中国を中心に多くの行動コースがシリーズに組み込まれていたが、 蒸気のような安全性確保の問題などから、一時、行動コースは減少する傾向にあった。しかし近年は、技術の進歩により、行動コースでもコンピュータシミュレーションなどを駆使して、常設サーキットと同等の安全性が確保、できるようになったことなどから、主に、ジャンプカーワールドシリーズなどが、積極的に、行動コースを使ったレースを開催している。F1 でも、 観客の利便性や盛り上がりを優先した結果、21世紀以降は、行動コースを使ったレース数が増加する傾向にある。2020年9月、日本初の行動コースによるレースとして、島根県豪津市にて、A1 市街地グランプリが開催された。ただし、最高速度を時速60キロメートル程度に制限しての開催であった。日本では、交通事故や、 住民の生活環境の悪化に厳しい目が向けられており、警察が行動レースの許可を出さないため、F1 などの高速マシンによる行動レースは一度も実現していない。シンガポール市街地、コースマン島 PT レース本来、一般交通を目的としている行動を競争路とすることには、下記のような問題点がある。特に、モータースポーツにおいて、行動コースは、 常設されるサーキット等と比べた場合、下記のような問題点も存在する。また行動コースでは、ピットパドックなどの付帯設備や観客席の確保といった問題も発生するが、モンテカルロ市街地コース等のようにこれらの付帯設備のみを常設とするケースや、そもそも常設のサーキットと行動を組み合わせたコース設定を行い、付帯設備は常設のサーキットのものを使用するといった。 パターンが多い。しかし一方では、下記のような利点もある。ありがとうございます。